僕の麻雀の弱点を正直に申し上げますと、多面ちゃんの形に弱いんです。面珍の何切るや複合形、何待ちなのかを瞬時に判断して、最適に受けるのが得意ではありません。今までずっと4人麻雀打ってきて、代表的な形はすぐに答えることができるんですが、貫通使いや10枚系となると自信がありません。この前、3人麻雀打った時に面珍でミスってしまってなかったのと、10枚系で待ちの判断に対局中遅れたことがあったんです。その自分の弱点を克服するべく、今回は動画を撮っていきます。麻雀の最大のミスって、チョンボなんですよ。自分がミスってしまって、ペナルティがつく。代表的な例が、待ちの間違い。何待ちか分からなくて、ゴロンとか、ゴツモとか。ミスの割合で考えると、待ちが分からないって、最も罪が重いんですよ。自敗の切り順とか、影響が小さすぎて、どうでもよくなってしまうレベルで、面前陳述で転敗して、自分の待ちが分からなくて、相手の切った牌を見逃してしまう。または、例えばなんですけど、大きなタイトル戦の決勝で、オーラスで倍満積も条件になりました。染め手を狙っていって、ものすごい勢いで色を引いてきて、いざ転敗したってなった時に、待ちの判断に時間がかかりすぎてしまって、陳述転敗がバレてしまって、直撃が期待できなくなるとか、上がり牌がわからない。これって致命傷なんですよ。たまたまですね、ツイッターのタイムラインに、チントレというアプリが流れてきました。陳述のトレーニングの略でチントレ。7枚のチャレンジと10枚のチャレンジがあるんですよ。この配信のいいところが、7枚系と10枚系が全通り出題されるんです。だからこれを練習して複合系に強くなろうかと。10枚系を全て理解することができれば、ほとんどの待ちはわかります。面珍で13枚になっても、一面強ければ、残りの10枚での待ちはわかるし、逆側からメンツをカウントすれば見落としも減ります。10枚チャレンジやっていきます。いや、こんな配信出たことないね。ニャンズをワンコで抜くと、6枚、7枚系ですね、貫通の。なんで、1425か。2貫通使いが15ですね。はい、順番に言っておきます。これは、リャンズをワンコで抜くとリャンパーチ。右から抜くと、ローソーもシャンポンになりますね、これはね。はい。ちょっと、スピードアップしてやってみます。これは6級。これさすがにわかりますね。全部で82問あるんですよ。10枚系のパターンが82種類あるってことですね。で、今全部やってですね、スコアの方が1192でした。タイムが818.6秒で、1問あたり9.9秒かかってます。多面ちゃん間違いやタップミスなどありまして、15本間違ってますね。常連客レベルです。隙間時間にやっていって、どこまで早くなれるのか。これ以上は形にも強くなります。本当にお恥ずかしい話なんですが、4万時ってメンチほとんどなくて、3万打ちになったんですけど、染まる回数が多いんですよ。それで本質とか陳述になること増えてて、これ絶対に複合系に強くなった方が成績上がりだと思いまして、取り組んでる次第であります。もろ寝起きなんですが、今日もチントレやっていきます。10枚系で80通りぐらい多面珍の形あるんですけど、形を覚えてしまうと、まあ、チャンダの速度劇的に速くなると思うんですよ。ちょっと難しいのが、形が似ていて間違い違うことも多いので、とりあえず10問チャレンジやっていきます。こういうのとか普段見ないですからね。これ三蔵ワンコールでいくと12345の5面珍のね、やっていきましょうか。あ、これはいいスーパーよく出るね。これは何待ちだ。やっぱね、序盤ってこれ慣れないですよね、俺ね。イースーソーとサブロソーか。これは右でメンツを抜くと1234と、左から抜くとサブロソーは見えるか。遅いね、これじゃあ。スーソーの5人とサブロソーリャン変則三面ちゃんが見えて、スーソー取り付いておくとイースーソーが123の裏ってか。あ、オッケー。変な時間に目覚めてしまって、髪も今、ボサボサなんですが、とりあえず、多面ちゃん練習、今日もやっていきます。代表的な多面ちゃんは、さすがの僕でも、瞬時に判断できるんですけど、貫通使いの見慣れない形とか、明らかに練習不足で、その辺もなんとか、形で覚えて答えるのがベストなんですけど、いかんせん、配置が似てるんですよ。4枚使いがどこの場所かどうかによって、
受け入れも待ちも変わっているので、覚えるのは少し時間かかってます。お気に入り登録できるんで、よく間違ってしまった形を重点的に練習してます。それでは今日も10枚の複合形の復習をやっていきます。全部で82通りあるんですけど、受験に比べたら覚えるのは全然少ないです。たったの82問ですからね。これを覚えてしまえば10枚形マスターできるということでやっていきましょうか。これは3面ちゃんだな。一番最初に比べると形では答えられるようになってきましたね。速度自体は上がってきました。え、これ何持ちだ ?2347。2347。これ、E ペイコーで抜くと6があるパターンです。2347ですね。OK。おはようございます。今、遠征で佐賀県に来ております。タメンちゃんのチントレ、あれから毎日やっていまして、麻雀を打ってて明らかに形に強くなったなと実感しています。10枚系全部で82問あるんですけど、出る順番はランダムなんですよ。今から投資で10枚系すべて挑戦してみますので、皆さんも僕と一緒に街を考えながら動画見てください。それでは行きます。10枚チャレンジ全82問。よし。ちょっと集中して。一番早い方法で。いきます。イースーチーグ1453。イースーサブロー級。サブロー級イースーチー。123561。2735。ニサシウォチ。69。ヤンパ。69。ヤンウパーイースーチー36。1456じゃな1256イースチニャンリャンサブロースサブロー級リャン2イースチニャン1234578サブロー級リャンウパー23467ニャンウ級イースーチー6級123471245リャンウーパー3サブロー級リャンサブロー級リャンウーパー5級1237567678リャンウサブロー8級135イースーチーロー6級チーイースーチーリャンウサブロー級イースサブロー級イニサシーゴーパウッパーイースイースーチーサンサブロースーチー6七リャンウーパーローチリャンウーパーサブローサブローイース1236 647スッチーサンパーイースーチリャンウパー456ウッパースッチー3246 3ニサシーゴーチリャンウパー9イースーチー3 123567 9サブロー級リャンサシゴロ2 6758 1237サブロー級リャンウパーイース34561サブロー級イースーチー6級73 19リャンウパースッチー3 3456スッチーサブロー45673リャンウパーイース1345 12356 3627 145サブロー級数149ニャンウパーイース145 146 146 145
145。OK! 全問正解しました。一番最後、あ、これで終わりだと思ったらテンパっちゃって、街の答えがすぐ出てこなかったですね。なんとかやり遂げました。全問正解ですね。スコアが2241で、82問全問正解。タイムが 219.4 秒ですね。ランクは、金の髪です。タイムが1問あたり 2.6 秒。82問で 219.4 秒かかりました。正解数が、82問中82問 100% です。自己最高のランクで2241となりました。早すぎます。すごいです。いや、嬉しい。いや、つかね、最後の問題ちょっとね、数秒かかっちゃったのが悔やまれますね。やはりですね、この、麻雀をたしなむものとして、タメンちゃんの複合形は強くなりたいテーマの一つだったので、また一つ成長することができて嬉しいです。麻雀のタメンちゃんとか、不敬さんって、複雑で難しいですし、覚えるの億劫になる方もいると思うんですけども、練習して覚えて、物事に取り組んでいけば、ある程度できるようになります。僕も40歳手前ですが、形に強くなることができました。せっかくね、この楽しい麻雀というゲームに取り組むんだったら、自分の基礎ジャンル力を上げていった方が、より楽しめると僕は感じています。皆さんも麻雀の理解を深めて、より良い麻雀ライフを送っていただければなと思います。それでは今回の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。